厚生労働省は酒に含まれるアルコールの量によって健康へのリスクが高まることを示した飲酒ガイドラインを初めて作成しました飲酒ガイドラインは国がアルコールによる健康障害の発生を防止する目的で作成し公表しましたガイドラインでは生活習慣病のリスクを高める飲酒量は1日あたりの準アルコール摂取量が 男性 40g 以上、女性 20g 以上とされています。純アルコール量 20g はアルコール度数が5%のビールの場合、中瓶1本500ミリリットルに相当します。その上で過度な飲酒はアルコール依存症や肝疾患癌などの病気を発症しやすくすると明記されました。また、健康面だけでなく、行動面のリスクとして。 暴力行為を起こしたり、金銭や機密書類、USB メモリーを紛失したりする危険もあるなどの例が挙げられました。厚労省は年齢や体質、その時の体調によっても影響は変わるとした上で、ガイドラインを通じて自分に合った飲酒量を決めてほしいと呼びかけています。今後、リーフレットなどを作成し周知する予定です。